えー、こんにちは、のです今回ですね、オービットという仮想通貨の取引所の CEO、まあ私の知り合いなんですけどもね、この方からメッセージをいただいてますので、皆さんにシェアします。ち、えーりゅうです。こんにちは。いつもオービットをご利用いただきありがとうございます。えー、最近の FTX 取引の破綻に対して状況を報告しますということですね。まあ非常にびっくりしているよということと、あと概要はですね、えー、オービット、この会社、ちーりゅうさんの会社は、 お客様から預かった資産とそれから会社で運用する資産をちゃんと分けてますので皆さんのお金がどうにかなるってことはありませんので安心してご利用くださいということでございました現在のところ何の変化もなくねこのオービットも取引できてますので、まあ、その辺では全く心配することがないということですで中にはねオービットのお客様が FTX も使っていたということでそこからの資金が取り出せないという そういうふうなね、問題も起きてますので、これはですね、確たる専門家とともに、なんとか資金を取り戻すべくプロジェクトを組んでいくと、それについてはまた後日連絡させてもらいますよということで、ご連絡いただきました。ということでね、えっ、ー、と、文章をすべて読むわけにはいかないんですが、まあ、ね会社は大丈夫だから安心してこれからも取引を続けてくださいと、そして FTX の破綻、それからそれにまつわるいろんなね、被害に関しましては、少なからず協力して、なんとかこの業界を立て直していくというお気持ちをいただきました。 えー、このね、地竜さんは日本語もすごく上手ですね。以前、私と対談をしたときは、皆さんもご覧いただいた方がいるんじゃないかなと思いますけども、今でも、まあ、温かくね、私たちのことを見ていただいてますので、安心して暗号通貨の取引をされていってください。それでは、お疲れ様です。